全国の中学生などを対象としたロボットコンテストが前橋市内で開かれ、ものづくりの技術と想像力を競いました。この大会は日本の科学技術の未来を担う人材育成を目的に、教育関係者や企業、前橋市の職員などで作る前橋テクノフォーラム実行委員会が2000年から毎年開いているものです。今年は中学生の部91チーム、一般の部20チームが自作ロボットを持ち寄り、2チームずつのトーナメントでピンポン玉を運ぶ競技に挑戦しました。テーマは宝島で、前半は両チームで宝を隠すようにピンポン玉をワイヤーの棚やカゴに運びます。そして後半は競技台を交換し、宝探しのように対戦チームが運んだピンポン玉を回収していきます。回収したピンポン玉の数で点数を競うため、相手が取りづらいようなるべく高いところに乗せるのが勝利への鍵となります。出場者は短い制限時間の中で少しでも点数を稼ごうと真剣にロボットを操作していました。